パトリカスとその父、ナリマンタスが、ブオクサ川沿いに建てたカレリア要塞。パトリカス・ナリマンタイティスは、ノブゴロド共和国との間で、シベリアのスタロデューブ付近の自身の土地を、カレリア、シュリッセリブルク領要塞と交換したリトアニア大公、ゲデミナスの孫内子総村である。パトリカスは、イングリアに、ンギセップを建てたことでも知られ、その男系子孫はゴリツィニア、クラーキン家。 コバンスキー家を含むロシア貴族の家系となった。パトリカスは1340年頃に生まれて1408年以降に死んだが、後者は最後に言及された資料に基づいている。系図上の文献ではその母に関して、大概はクリミアのハトゥンであると記している。18世紀の学者は、パトリカスの母の父親は、バトゥのヤシャゴである、ウズベクハンであると主張した。 パトリカスの妻の名はヘレナである。19世紀の経図学では、パトリカスの父に関して、ナリマンタスか、あるいはその息子であるアレクサンドラスなのか論争が起きた。19世紀後半のいくつかのロシアの文献は、パトリカスの父はアレクサンドラスとしたが、イコンナコブやイロピシャスタマターファローンに代表される20世紀の基本的な文献は、ナリマンタスを父とみなし続けている。 パトリカス自身の生涯に近いことを著述している14世紀から15世紀の資料である、ノブゴロド年代記は、はっきりとパトリカ、ナリマントの息子と呼んでいる。1380年頃、パトリカスは父ナリマンタスの後継を求めて、ノブゴロドに到着し、カレリア、シュリッセリーブルク、コポリエ、ルーガ及び、ラドガの地を譲渡され、ノブゴロド共和国からの報道としての全ボティアの地、 を事実上掌握した。ノブゴロド市民はパトリカスの領域を自らの共和国とスウェーデンとのある種の干渉国として放置した。パトリカスは共和国の北部国境線の要塞化を援助し、ルーガ地域にヤム要塞を建てた。ユーピアスはカレリアの民衆の間ではかつてのリトアニア人支配者の記憶が未だに残っていることを報告している。 これらのリトアニア人は遥か昔にカレリアの地を自らの支配下に置き、このことは現地の民衆の記憶にいまだに残っている。リトアニア人は自らの税を納めた鉄の門がついた宝物庫をイロマンツに建てたと言われている。リトアニア人が略奪遠征から国境線に引き上げている間、その銀を満載した船は難破して、スオヤルビに沈んだという話がある。 1386年に、パトリカスは大ノブゴロド及びその領域を、モスクワ大公ドミトリー・ドンスコイの攻撃から守備した。2年後に、おそらくは、モスクワからの圧力からであろうかノブゴロド政府は、ルーガとスタラやルーサの報道をアルギルダスの息子で、パトリカスのいとこである、別のリトアニアの子を、レングベニスに与えた。パトリカスは、カレリアの地を支配続け、1396年には、 スモレンスク港有利と会うために大ノブゴロドに赴いた。1408年に年をいったパトリカスは若い息子のユルギスとテオドラスに伴われる形で、儀礼的な形でドミトリー・ドンスコイの息子バシーリー一世によってモスクワで艦隊された。ユルギスはバシーリー一世の娘と結婚して、その信頼における助言者となった。ダニール・シェアやバシアン・パトリキー F といったパトリカスの 子孫は、以後も何世代にもわたって、ボティアンの報道や、プスコフの地を事実上掌握した。ありがとうございます。